どうも隊長でございます。生贄と雪の刹那、続き遊んでいきましょうということで、村に魔物が襲ってきたからとりあえず戦っちゃうんだぜスタイル。お、連携 X 切り、連携技、おお強え。なんだかんだお前ら仲良さげになってるよ。やるわね。オッケー、ほい、こっち。抵抗は無駄だ。オッケー、刹那切る、終わり。いいね。お、レベルアップ。ギリギリしない、ギリギリレベルアップしないです。じゃあ魔物、村にいる魔物を倒していけばいいんだよね。どこだ。抵抗は無駄だ、先を急ぎましょう。お、倒したみたいな。これで全部ね。よかった、村の被害も大したことないみたいだし。と思ったかバカ野郎、なんかでかいのいる。最悪、新打ち登場ってことかしら。あんたまでやられる、やられやれる、当然だ。言ってくれるじゃない。気合い入れ直しなさい、今までの敵とは違うわよ。体力が万全じゃないなんて言い訳してもしょうがないわ。命に代えても生贄の刹那だけは。そんなのダメ。刹那、ありがとう、これで心置きなく戦える。命をかけたりしたらダメ、やっぱり私も戦う。何を言ってるの刹那、あなたはあなた、あ、違う、私が守るから。そう、私はクオンに守ってもらわなきゃ困るの。ならここでクオンが倒れたら守ってもらえなくなるでしょ。クオンに守ってもらうためにも私がクオンを守るわ。無茶言わないでよ、決めたから。どう説得しても聞いてくれそうにないわね。お願いだから危なくなったら逃げてよ、その時は一緒にね。刹那が仲間になった、よし行くぞ。守るために、はい、私は戦う。あー、声かわいい。おお強えなこいつ。見切れるか、ダッシュ切り、よしよし。回転切り当たんのかなこれ。戦う、痛いです。刹那は何、気ある、回復できるのね。自分、待って、あ、自分以外、これってありがとう。お、400も回復してくれる、めっちゃ回復する。 OK、 ダッシュ切り、攻撃力上昇したけど、ほい、やるぞ。 OK、冒険に切れぬものはない。見せるよ、はい、やるわね。これ自分回復できない、あ、自分できるじゃん。あ、こっちね、この下のステータスバーじゃなくてそっちね、なるほど。ちょっと下のステータスバーを見てたわ、矢印。よしよし、抵抗は無駄だ、よいしょ。技使いすぎない方がいいのかな。うん、やっぱ刹那はサポートだな、全然。あ、上になんか会話してる、やるぞ。で読めねえ全然。抵抗は無駄だ、よいしょ、はい、刹那、刹那のこのタイミング、どこだこれ、わかんねえな。刹那の声かわいいんだけど、いけるよって。クオンを回復しよう。これで戦えるよ。属性インフレ、何これ、何が上がったの。冒険に切れぬものはない。お、倒した。結構忙しいですね。おお、ありがとう。うん、無駄な抵抗はしないで。
処遇が決まるまで逃がすわけにはいかない。生贄殺しは滞在、たとえ未遂といえども無罪方面にはできない。あなたが今まで魔物に食われずに生きてこられたのも、生贄という存在が魔物を抑制して凶暴化を抑えていたから。でなければそこら中が魔物に覆い尽くされているわ。とっくの昔にね。あなたはもう少しで人々の命運を絶とうとしていたのよ。生贄に意味はあるのか。知ったことではない。生贄に意味はあるのか。なければ何百年も前に人は滅んでいるわ。人間が歩んできた歴史の陰で守ってきた人たちがいる。あなたはそんな人たちに感謝したことすらないでしょうね。あなたには理解できない。繰り返される生贄は全て未来につなげるため。村長さん、村長さん、村長さん。おお、みんな無事だったか。よかったよかった。村長さん、話は聞いたよ。村に入ってきた魔物を退治してくれたとか。ひとまず村を代表して礼を言わせてもらう。さて、お主の処遇についてだが、実はわしも考えあぐねておっての。生贄がこの村を立つまでは拘束しておくべきです。まあ安全のためにはやむを得んか。待ってください。刹那、命を狙われたのは私です。どうか私の意見も聞いてください。彼を自由の身にしてほしいのです。逃がすということか。少し違います。私の護衛に加わってもらいたいと考えてもらい、今ちゃいちゃい考えています。ごめんね、本当に。そんなことできない。危険すぎる。危険すぎるほど腕が立つのならなおさら心強いはず。生贄の旅の過酷さを考えれば、戦える人は一人でも多い方がいい。そうでしょ。何と言われようと反対よ。魔物より危険な男をそばに置くことになる。私の命を奪うことが目的なら最後まで見届けてください。私が生贄の旅を全うできればあなたの目的も果たされるはず。私の死によって。どうかの。この村を魔物から守った功績に免じてお主の判断を尊重しよう。刹那が旅立つまでこの村でおとなしくしておくか、あるいは生贄の護衛として刹那と共に旅立つか。まだ出先まで時間がある。決心がついたらわしの家まで来てくれ。場所はわかるか。村の奥じゃ。良い返事を期待して待っているよ。なるほどですね。じゃあ刹那の声優さんいいね。結構あの声優さんの声好きなんだけど。いけるよって可愛い。ごめんなさい、あなたを巻き込むようなことを言ってしまって。ねえ、あなたの名前はなんていうの。さっき聞けなかったから。そう、ショーって言うんだ。どうもショーです。ねえショー、私ね、これから名残雪の石碑に行くの。一緒に行ってもらえない？別に構わないよ。よかった。ありがとう。名残雪の石碑の場所、わかるよね。私とショーが出会ったあの場所だよ。刹那が仲間になった。待って、下の四角の中のあのアイコン。なんかすごいことになってっけど。へえ、あれだよね、あのファミコン風のアイコンだね。わざわざ作ってそこに入れたんだ。へえ、すごいとこ凝ってるねこのゲーム。いいね。どういうことこれ。セーブってあのなんか光ってたセーブポイントじゃないとセーブできないのかな。すごいセーブしたいんだけど。かわいい。さて着きましたとさ、これでほい。ありがとう。やっぱりショーが一緒でよかった。
すぐに終わらせるから、そこで待っててね。なになに、またお祈りかなんか？は？何？私は生贄、最果ての地でこの命を捧げるために選ばれました。ですが、あなたが手を下さずとも、その時はやってきます。旅の終わり、それが私の命の終わり。お、なあ少女、この傭兵家業いつまで続けるつもりだ？少女、驚かせてごめんなさい。だってずっと気がつかないから。考え事は済んだ。私のお祈りは済んだよ。一緒に来てくれてありがとう。じゃあ帰ろっか。おお、なんだ翔、なんか俺の名前を呼ばれるからさちょっとドキッとしてしまう私、あなたと出会うこの日をずっと待っていた気がする。なんとなく、ただなんとなくなんだけど、そんな気がするの。だから会えて嬉しかったよ。はあ、運命の出会い？じゃあ帰りましょうか。帰ってきたぞじゃあ私、出発の準備があるから行くね。いろいろありがとう、ショウ。あなたでよかった。刹那が離脱した。で、俺は村長さんに、おー、なんだこれ、こんなのなかったぞなんか設置されてる。村長さんに、村長さん、村長さんに会いに行けばいいんだよ。村長さん、村長さん、社長さん、社長さん、どうも。よく来てくれた。護衛に加わる決心はついたかね？引き受けよう。もう少し考えさせてくれ。これ拒否権ないじゃんこの2つの選択肢だったら拒否権ないじゃん。まあその護衛にする、護衛をするストーリーなのは分かってるけどさ、この選択肢だとさ拒否権ないじゃんまあいいけどね、引き受けようありがたい。お主が加わってくれたら100人力だ。幸いそろそろ出立式が始まる。いや、間に合ってよかった。さあ、出立式ちゃん言いづらい、出立式に行こうではないか。出立式、出立式、出立式。シアン顔の青年、気をつけていくんだよ、刹那。あんたは村の誇りだ。はい、行ってきます。前歯のない老人。前歯のない老人って、その特徴的なとこが前歯のないってさ、どんだけかわいそうなキャラクターなんだよ、この おじいちゃん。生贄に達者でという言い方も変じゃが、ぶっ旅の無事を祈っているよ。ありがとう。おじいさんもお元気で。これ全部読むの？情熱的な少年、あ、青年。今だから言うけど、俺、君に惚れてたんだ。こんな形で告白することになるとは思わなかったけど。どうも、ありがとう。うまく言えないけど、私の分も幸せになってください。君のことは忘れないよ。優しげなおばさん、あんたは本当に立派だよ、刹那。私ももう少し若かったら立候補できたんだけどね。おばさん、お父さんのことよろしくお願いします。後のこと任せて。あんたは何も心配せずにお役目を果たしておいで。雷神、これを持っていきなさい。母のお守りを受け取った。これはお前に加護をもたらしてくれる。
身につけていきなさい。ありがとう、お父さん。村長、さて、出立式も終わったし、いよいよ出発じゃな。船の目的地は本島にある城塞都市ウカテイナだ。交通の要で物資も情報も豊富な町じゃ。そこで適切な旅路を定めるといい。少しだが金も渡しておく。そこで旅支度を整えなさい。いくら？いくら？5000ゴールド。超少しやん。気をつけてな。そう、一緒に来てくれるんだね。よかった。クオンは来ないの？ああ、来るよね。港で船が待ってるわ。急ぎましょう。刹那が仲間に、クオンが仲間に。オッケー。さて行くぜ。3人パーティー旅路。これが僕の旅の スタートということで、ここを出て、はいはい、失礼します。ここの船長さんに話しかければいいんだ。この船で本島に渡るんだ。もう支度はいいかね？万全だ。まあつってもあっちでもう整えられるだろうしね。よし来た。さあ船に乗った乗った。もしかして船も自分で操作できたりはしないか。さすがにしなかった。まさか女の子2人と同じ部屋なわけないよね。さすがにね、違うよね。刹那はここにいて、私は交番を見てくるわ。あんたは好きにすればいい。逃げたければ逃げなさい。クオン、そんな言い方しなくても。刹那に免じて同行を許したけど、私はあんたを認めてない。また刹那に危害を加えようとしたら、今度こそあんたの命はないものと思うのね。クオンとの仲をどうするかだね。ありがとう。ショウがこの旅に加わったおかげでうまくいきそうな気がする。正直に言うとね、船の上から海を見て少し胸が高鳴ったの。大変な旅だっていうのにどうかしてるね、私。おーい、何かあったのかしら。交番に行こう。うん、クオンが心配。行きましょう。行くぞ行くぞ。クラーケンかなんかにやられたとか。ヤドカリが来ただけやん。大変。アヒー、魔物が。危ないから戦えない人は下がってて。ただヤドカリが入ってきただけやで。勝て。よし、よし、回転切り。冒険に切れぬものはない。よし、オッケー。かわいいな、やっぱ刹那の声。よいしょ。あ、これやっぱ刹那ゲージ貯めといた方がいいのかな。なんだろう、その小技をこうちょくちょく挟む戦い方ももちろんいいんだろうけど、刹那ゲージを貯めて大ダメージを与えた方もいいのかな。ただその間攻撃できないからね、難しいよね、ここら辺の判断。うわ、いっぱい来た。まだ来た。お、よし、 X 切り、あいつにしよう。力を合わせて決めるわ。あ、効かねえやん、あいつ。あ、いいね、そういう感じ。刹那の武器はこうまっすぐに飛ぶからブーメラン的な感じかな。こいつ勝て。やるぞ。OK、 防御上昇。あ、同時攻撃だ。できるよ。いしょ。お、ジャストキュー倒したね。痛い痛い痛い。この敵の場所も見ながら技を選ばないといけないから、むずいな、これ。慣れないと難しい。OK。刹那ちゃんがレベルアップ。まだ来んのね。
硬いやつ2体来た。ね、よいしょ、これ刹那ゲージをちょっと貯めてみよう。できる、ほい、オッケー、刹那、あ、使えなかった。これ使う、何、押すタイミングがむずい。オッケー、これで使った。よし、よいしょ、やっぱ刹那ゲージ貯めて使った方が良さげだな。これでオッケー。とりあえず追い払ったけど、本島に着くまで油断はできないわね。いやー素晴らしい、助かりました。さすが生贄の護衛隊は腕が立つ。同戦で運が良かった。ああ、いやいや、怪しいものではございません。私、魔導商会の一義と申します。こうやってお会いしたのもきっと何かの縁。厳しい生贄の旅、今後何かと入用になるでしょう、なることでしょう。その際はぜひとも私ども魔導商会に。なーにー、気をつけて、何か来る。でけー、ネッシーみたいの来たよ。悪いけどお仕事の話はまた今度聞いてあげれば。それが良さそうですね。下がっていてください。マジでいきなりこんなやつ来る。うわー、いってこれ。刹那ゲージ貯めた方が良さげ。よし、クオンが溜まった。 X 切り、よいしょ。でちょっと、ちょっと自分、俺を回復する。OK、 ありがとう。ちゃんと俺言うんだね、これ。噛みつく、痛い痛い痛い。ちょっとど、なんか怒ってない、大丈夫。ダッシュ切り、よいしょ。刹那ゲージたまんない。 OK で回復で、クオン回復。オッケー、難しい。痛い痛い痛い。待って、刹那がやばい。刹那がやばいぞ。誰かたまねえか。刹那回復、はい、道具、ポーションで刹那。ここで終わるわけない。よいしょ、技使うか。これで終わり。よいしょ、あ、強い、やっぱり。だこいつさ、体がネッシーみたいで顔がクジラ。だからすごいモンスタービジュアルが。で MP がないでござる。いけるよ、はい、MP がないでござる。いけるよ、よいしょ。やるわね、痛い。行って、できる、やるぞ。冒険に切れぬものはない。行けるよ。刹那を回復しよう。みんなの幸せのために、できる。お、倒した。見切りの心眼。おー、めっちゃ経験値もらったよ。ありがとう。いいね。倒せてなくね？倒せてねえじゃん。そんな船が。え？これでナンパしちゃうんだ。ナンパって。ナンパ船のナンパね。これではぐれちゃうんだ。なるほど。はい、といったところで、
ちょっと長いですが、ちょっと長くなってしまいましたが、今回ここで終わりたいと思います。今回の動画良かったという方は良かったらチャンネル登録、高評価、コメントなど言えてないこうチャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。では今回ここで終わります。また次回良かったらお会いいたしましょう。それではバイバイ。チャンネル登録やコメントお待ちしております。また公式サイトやツイッターもよろしくお願いします。ではバイバイ。